何か喋れよ。息が詰まる。無駄なおしゃべりしている間に先に進んだ方がいいんじゃないかしら。喋ったら足が止まるってのか。随分単純な構造してんだな。どうせ私はあなたみたいに複雑にできていないわよ。わけわかんねえ。何をそんなにツンケンしてんだよ。よく言われるわ。マリコ、なんか言ってやれよ。こいつ朝から機嫌が悪いんだよ。ふん、頼りになる。アキコ、真面目な話、いい加減に何が気に食わないのか言えよ。言わなきゃわかんねえよ。気に食わないことなんてないわよ。二人とも仲がいいのね。私が悪者みたい。はあ。一緒にお風呂入ったり、あんな格好で抱き合ったり、見てたのか。見てたのかじゃないわよ。私だって見たくなんかなかったわ。本当に見たくなかったわよ。
コソコソするのが上手くなったじゃねえか、シギ。おやおや、それは心外な言われようですね。君には及びません。マリコは。マリコ返せ。ごきげんよう、マリコ。今日はあなたをダッシュするために来ています。一緒に来てもらいましょう。何度戦っても厄介ですね。君の能力は危険だ。Go!
やりすぎです、シュラ。マリコを殺してもらっては困るのですよ。何をそんなに興奮しているのですか。マリコはあいつらに騙されてるんです。助けなきゃ。シュラ、勝手なこと言ってんじゃねえよ。あの子何か変じゃないかしら。殺そうとしながら次は助けるだなんて。なんともやりにくいですね。ともあれ、マリコが必要なのは変わりませんし、困ったものです。シュラ、下がりなさい。今の君にはマリコを任せることはできません。でもシニ様、下がりなさい。わかりました。多勢に無勢というわけですね。だったらさっさと消えろ。それとも俺に切り刻まれたいか。さて、どちらが無勢なのでしょう。マリコ、タキコ、伏せろ！放て。行きますよ。ちバット、尾行を狙え。流れ矢がマリコに当たる。弓は使うな。
女みてえな面して陰険なやつだ。君も女みたいな顔をしていますね。うるせえ。マリコ、危ねえから離れてろ。なるほど、考えたものですね、マリコ。やめません。そちらを選んだのですね。マリコが近くにいると難しい。ブルキ、マリコさん。ううん、ウルキを助けてくれたのね。私の方は平気だったから。
それにしても急いだ方が良さそうだ。できるだけ距離を稼ぐぞ。ええ。